え、お前大谷高校時代から目つけてたの？いるよな、そういうこと言うやつ。おお、田中は授業中だぞ、静かにしろよ。すいません、うるさいよりクールキャラの方がモテるぞ。いや、モテない先生に言われても。田中お前春休みなしな。え、ほら涼しい顔を見てみろ。あいつみたいなクールキャラがモテるんだ。いや確かにクールだけど、あ、寝た寝たな。まあでも涼しい顔はクールキャラだけど、寝るとめっちゃ喋るからな。あ、来た。なんか言ってる。眠い。眠すぎる。相当眠かったんだな。寝言で眠いってメタ発言みたいなとこあるよね。一度でいいからマックのナゲット1ナゲット1ソースっていう贅沢な食べ方してみて。すんげえはっきり喋ってんじゃん。クールキャラのくせにわんぱくな願望持ってるな。ラッスンゴレライって何ですの？あれ、ラッスンゴレライってなんだっけ？あれ、なんかテストに出るやつだっけ？夢の中で答えのない問いに苦しんでる。あとテストには絶対出ないし。てか涼しがは寝言でこんな喋ったらいくらクールキャラでもモテないだろ。あ、なんかこれはこれでギャップがいいらしいよ。え、そうなんですか？いや、お前今から寝てもモテはしないよ。